アイテム番号 SCP-590JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-590JP はサイト8181にある定期見物収容ロッカーに収容されています。SCP-590JP に関する実験はセキュリティクリアランス3以上の職員2名の許可を得た上でサイト8181の隔離実験棟内にて行い、その際実験を行う部屋と同じ階に D クラス職員以外の財団職員がいないことを十分確認する必要があります。説明 SCP-590JP は PC で EGA コントローラとして機能する電子機器です。既存のメーカー製品に同型の PC で EGA コントローラは存在しないことが確認されています。電源が入っていない状態では異常性は発現されず、電源を入れ人が SCP-590JP の前に立った際に初めて口述の異常性が発現されます。まず電源が入っている SCP-590JP の前に人が立った際、その場所が屋内であれば SCP-590JP と同じ階にいる人間全員が、屋外であれば半径200メートルにいる人間全員が SCP-590JP 付近への集合を試みます。この行為を物理的に妨害することは可能であり、集合を試みた理由について尋ねると、楽しそうだったから近づいてみた、という旨の証言が共通して得られることが確認されています。この状態で SCP-590JP を介して何らかの音楽あるいは音声を再生した場合、集合した人間括弧以下 SCP-590JP1 と表記括弧閉じは歓声を上げ、その後それぞれの SCP-590JP1 が音楽あるいは音声に関連する運動を開始します。SCP-590JP1 の運動のリズムは音楽あるいは音声のそれと連動しており、SCP-590JP を用いて音楽あるいは音声のリズムを変更した場合それに合わせて運動のリズムが変更されることも確認されています。また SCP-590JP を操作する人間は SCP-590JP の影響を受けないことが確認されています。SCP-590JP は2000年月日、東京都区にある家電量販店で回収されました。家電量販店から、店内で大勢の客が踊り出して収集がつかない、という通報を受け警察に扮したエージェントが調査に向かい、監視カメラと店内放送を用いて SCP-590JP を操作している人物に停止命令を出した結果その人物が SCP-590JP の電源を切ったことで、事態の収集に成功しました。この後 SCP-590JP を操作していた人物に事情聴取したところ、PC で EGA 用の機材を見に来てて、試しにこれ SCP-590JP 括弧閉じの電源を入れたら人が集まり、調子に乗って音楽もかけた、と証言し、監視カメラの映像からこれらの証言が事実であることが確認されたため、集合した客を含め全員に記憶処理を施した上で解放しました。また SCP-590JP が誰によって製造されたのか、いつからこの店舗に設置されていたのか、誰が設置したのかなどの調査も行われましたが、現在までこれらに関する情報はつかめていません。実験記録1、2000年月日。実験1、1、実施方法隔離実験等 1F で D-590-1 に SCP-590JP を操作させる。同施設の1階には10人の D クラス職員を配置した。再生した音楽は、トランスというジャンルに分類される。結果 D-590-1 が電源を入れ操作を開始した時点で10人の D クラス職員全員が SCP-590JP 付近に駆け寄る。曲が再生された時点で歓声を上げ、全員がそれぞれ踊り始めた。踊りについては全 D クラス職員が似たような踊り方をし、また踊りのリズムは完全に曲と一致していた。実験1、2、実施方法環境は実験1、1と同様。再生する音楽を、ハードスタイル、というジャンルに分類される曲へと変更。結果曲が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、全員が再度それぞれ踊り始める。踊りについて実験1で見られた踊りとは明らかに異なり、跳躍を基本とした踊りを見せる。またこの場合も踊りのリズムは完全に曲と一致していた。実験1、3、実施方法環境は実験1、1と同様。再生する音楽を、単語、というジャンルに分類される曲へと変更。結果曲が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、その後 D クラス職員同士でペアを組み始める。ペアを組み終わった段階で全ペアが単語舞踊を開始。全ペアが明確に曲に合わせたダンスを行った。
この後一度 SCP-590-JP を止め全員にインタビューを行ったが全員社交ダンスや競技ダンスの経験はなく、なぜ踊れたのかという問いについて、その場の空気に合わせて踊っていただけ、という馬の証言を得た。実験1、4、実施方法環境は実験1、1と同様。再生する音楽を、ハッピーハードコア、というジャンルに分類される BPM180 の曲へと変更。なおこの曲は130付近で BPM が200に変更される。結果音楽が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、その後全員が身体を前後させながら手を掲げ叩くという踊りを開始する。当初叩かれる手のリズムは BPM180 のリズムを正確に再現し、音楽のリズムが変更された際もその変更に追随するように手のリズムも加速した。目もどんな楽曲でもジャンル及びリズムに合わせて何らかの踊りを実行できるらしい。次回の実験ではどこまで速い楽曲に SCP-590-JP-1 が対応できるのかを確認する。博士。実験記録2、2000年、月、日。実験2、1、実施方法環境は実験1、1と同様。SCP-590-JP を介してホワイトノイズを再生する。結果全 D クラス職員に変化なし。実験2、2、実施方法環境は実験1、1と同様。再生する音楽を BPM540 の、スピードコア、というジャンルに分類される曲に変更する。結果曲が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、その後全員が頭部の前後振動を開始する。曲を途中で中断したところ10人全員が倒れ込み、うち4人に脳震盪の症状が見て取れた。実験2、3、実施方法環境は実験1、1とほぼ同様であるが、音楽を聴く側の D クラス職員を10人から1人に変更。再生する音楽を BPM2000 の、エクストラトーン、というジャンルに分類される曲に変更する。結果曲が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、その後高速に全身を振動させ始める。振動に伴い D クラス職員の外形が崩壊し始め、曲が終わった段階で、編集済み、その後終了された。実験2、4、実施方法環境は実験2、3とほぼ同様であるが、SCP-590-JP は衝撃吸収剤及びチタン合金ケースで保護されている。再生する音楽も2、3と同様であるが、これを34倍速で流す。吹き実験2、3における D クラス職員の運動強は振動1回につき最大 30cm であった。この数字を元にするとこの実験では D クラス職員の運動速度が音速に達すると推定される。また他の D クラス職員に SCP-590-JP を介さずこの34倍速の曲を聴かせたところ、ノイズにしか聞こえない、との証言を得ている。結果曲が再生された時点で D クラス職員が歓声を上げ、その後、編集済み。SCP-590-JP-1 と化した D クラス職員はその場で終了が確認された。SCP-590-JP の破損はなし。隔離実験等については1週間の清掃、修復期間を要した。追記実験に、34の結果を踏まえると、計算上では BPM がおよそ10億を突破した段階で SCP-590-JP-1 の身体運動の速度は高速を突破する計算になります。そのような曲を聴いた際 SCP-590-JP-1 がそれを曲と認識し実際に高速で動くことが可能なのか、という点を解明する実験が検討されていましたが、仮に人間ほどの質量を持った物体が高速で移動した場合壊滅的被害が発生することも想定されるため、この実験案は現在凍結されています。実験2、4の終了後、SCP-590-JP の操作を担当した D-590-1 にインタビューが行われました。以下はその記録です。インタビュー記録1、日付2000年、月、日。対象 D-590-1。インタビュアー、博士。吹き実験2、4において D-590-1 が負傷したため、医療施設内でインタビューが行われた。D-590-1、体調はどうですか？インタビューを行いたいんですが。ああ、先生。まだ心配がところどころ痛いけど、まあ喋れはするよ。なら結構、インタビューを行いましょう。実験を通して何か精神的な変化はありましたか？例えば、
彼らと一緒に踊りたくなったとか。いや、そういうのはなかったな。あの機械を操作していればいいって聞いてたし、何も考えずに操作だけしてたよ。なるほど。では踊っていた彼らを見て何か気づいたことはありましたか？最後の方の実験ってすごい速い曲流してたよな。その時にあいつらが最初に上げた声なんだけど、なんとなくその前の実験の声よりもっと盛り上がってるって感じだったな。盛り上がってる、ですか。他には？他に、どうしました？いや、これは本当に俺の勘違いかもしれないんだけど、3番目の実験でぐちゃぐちゃになったあいつも、最後の実験で吹っ飛んだあいつも、そうなる瞬間までずっと笑ってたんだ。すごい満足そうに。確かに最初の方の実験とかは周りに仲間もいて、だから盛り上がって楽しいってのはわかるんだよ。でもあいつらあの実験で一人だったんだぜ。何がそんなに嬉しいんだろうと思って、それが俺にはすごい、不気味だった。